早々のフリーレンより、フリーレンのハンバーグ問題が白熱した議論を読んでいる件について話していきたいと思います。フリーレンのハンバーグ問題ってタイトルだけ見たらね、一体何を証明するんだっていう超難問のようにも見えるんですけれども、まあこれはまあ100万回ぐらい今までね、繰り返されてきた、まあごくごくありふれた問題なのですが、まあ創のフリーレンっていうね、ファンタジー作品が出てきて、まあ多くの方がファンタジー作品に触れる、えー、今回機会になっているということもありまして、まあこのフリーレンのハンバーグ問題はどんどん広がっていきまして、まあトレンド入りになるはですね、えーもうほん 本当、各種ニュースサイトも取り上げていたりとか、すごく大きな話題になっているんですよね。っていうフリーレンのハンバーグ問題何かっていうと、アニメ、そ々のフリーレンの最新話でハンバーグが出てきたんですよね、作中に。で、ハンバーグっていうのは、もともとドイツのハンブルグ由来のものでございまして、そういう、ま、人名とか地名とかそういうものが元になっているものっていうのが、ま、異世界、地球ではないどっかの世界の、そういう異世界作品において出てくるっていうのは違和感っていうね、ま、そういう突っ込みがあったわけなんですよね。ま、それが発端となり ましあ、このフリーレンのハンバーグ問題に対する、まあ、持論っていうのを多くの方が、まあ、投稿しているような、え、現状になっているんですけれども、まあ、これは正直言い始めたら、キリがないというか、まあ、その作品が何に重点を置いているかで変わってくるとは思うんですよね。例えば、世界観に重きを置いている作品で、言語から何から何までね、作っている作品とかに対して、こういう地球由来の、え、地名とか、人名とかを元になっているハンバーグっていうのが、え、例えば出てきたとしたら、それは違和感に感じてしまって、え、世界への没入という部分での、え、阻害になってしまう、兼ねないっていう と,いうところがあると思うんですけども想像のフリーレンに関して言うと世界観を重視している作品というよりかそこに登場する人を重視しているものでございますのであくまでも世界観というのはファンタジー世界のすごくベーシックなものに設定されていると思いますのでそこに重点を置いている作品ではないんですよねこれがハンバーグっていうすごく親しみがあるものだからこそより一層キャラクターに感情移入できるとかプラスの部分というのが非常に多くなっているのでその作品が何を重点に置いているかによってこれっていうのは非常に変わってくるのかなというところで っていうのが大前提としてあるんですけれども、まあ、個人的には別にどうでもいいっていうところありますかね。大体の作品において、あの、異世界作品っていうのはものすごいあの数があってねあの、異世界転生系とかたくさん出てきた時にもですね、まあ、こういう突っ込みっていうのは数多くされていたわけなのですが、別にどうでもいいわけなんですよね。読者が理解できる形で翻訳されているっていう、すごく、えー、それが一番いい受け取りの仕方でございまして、異世界は異世界で独自の文化っていうのがあるんですけれども、まあ、それが物語として、えー、その、画面越し、えー、その文面越しにですね、まあ、視聴者、 読者に対して伝わってくる時にはこちらの適切な形でローカライズされてうまい具合に伝わってくるっていうまあ、そういう感じにあの全ての作品は個人的に考えておりますのでまあ、それに対して突っ込んで交代するっていうのはどういうことなのかなとちょっと無粋なんじゃないかなと個人的に思ったりすることでございましたはいまあ、そんな感じですかねやっぱり一番の形っていうのはやっぱりその適切な形で読者が受け取りやすい形で翻訳されているっていう考えが一番いいとは思うんですけれどもねはい、まあ、ということで今回はソースのフリーレンよりフリーレンのハンバーグ問題が白熱 した議論を呼んでいる件についてでございましたいやほんとどうしてもねファンタジー作品が出てくるとこれっていうのは定期的に議論されていきますよね今回は想像のフリーレンがえその対象だったというところでございましてねこれもまた面白いところだなというところでございました皆さんはどういう考えでございますかぜひともコメント欄の方にお願いしますそれじゃあまた